はいどうも皆さんこんばんは、ヨユです。今回はフォートナイトのシーズン8で新しい新機能が追加されました。それは何かというと、チャレンジクリアするのって大変じゃないですか。デイリーとかウィークとか、それを簡単にする新機能が追加されたんですね。でデイリーかウィークを見てください。まあ、1マッチに1個限定なんですけど1個のチャレンジ限定なんですけど、それでもとても楽にクリアができるようになりました。例えばキルができない、ショットガンでキルできない、ピストルでキルできない、クエスト変更したのにデイリーのクエストを変更したのにキルのままだったとか、そういう場合ですね。例えば友達に頼みたいけど頼めなかったんですよ、今まではね。でもこのデイリーのチャレンジの方を見ていただいて、丸ボタンを押すとパーティーアシストっていうのが出るようになったんですね。このパーティーアシストを有効にしますと何が起きるか、味方がアサルトライフルで敵を倒します。そしたら自分の方にも1としてカウントされるんですね。このパーティーアシストはノラスクワットでもノラデュオでも有効なので、例えば友達がいなくてノラスクでしか行けないという方でもワンチャンクリアしてくれる可能性が出てきます。そして何より一番めんどくさい、そうですね、フォートナイトで一番めんどくさいと言える宝箱のミッションあるじゃないですか。まあ、みんなが集まってくるわけですよ。これめんどくさいんですよね。7個も開けない、1回で終わらなかったっていうことが多かったんですが、このパーティーアシストがあればですね、このリテールロージャンクションで宝箱を開ける6-7ですけど、例えばフルパーティー友達集めました、ジャンクジャンクション行こうぜっていう時にみんなでやるとみんなのポイントも加算されてくから2回ぐらいで終わるんじゃないかっていうね、可能性もあります。まあ3回ぐらいかなとは思うんですけど、それでもねだいぶ楽になると思うんですよ。今までだったらね、味方が開けてあークソってなったことあると思います。ノラスクワットでもねあると思うんですよ。ですがこれがあれば、まあ、そんなことも起きないという素晴らしい機能が追加されました。で敵にダメージを与えるとかとてもね初心者の方には難しいので、パーティーアシストで、まあ、ノラの方に任せたり友達を呼んでねパーティー組んでやるというのも全然手だと思います。これがとっても便利ですね。このパーティーアシストは本当に使える機能なので、今までなんか難しくて諦めてた方というのをね、これを使ってねやってみてください。チームランブルとかもあるので、まあ、だいぶ楽ではあるんですけど、それでも、まあ、諦めてた方いると思うので、このパーティーアシストでウィークをどんどんクリアしていって、最終的にこのシーズン8のディスカバリーウィークリー55回クリアすることでスキンがね、レジェンドのスキンが出てくるので、皆さんこの方法でねやってみてはいかがでしょうか。デイリーもこれだと簡単にクリアできるので、味方に任せられるのでね、よかったらやってみてください。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回、グッバイ。